ローソンコラボマジで最高。ローソンと原神コラボするけどさ、あれでフータオとヨイビアにしようって決めた人天才。なんでフータオとヨイビアにしたんだろう。絶対なんかコラボしませんかっつって決めた人たちの意思が反映されてると思うねんけど、別に全然綾香和葉とかでもいいしな。なんでヨイビアでフータオなんやろ。俺得ではある正直。でフータオ、ヨイビア、ゆくあき超運、トーマサユだよ。うん、なんか全然私みんな好きやけどさ、原神のキャラでもなんかトーマサユ、ゆくあき超運、フータオ、ヨイビア、なんか原神の看板のキャラって感じじゃなくない。なんか原神の看板になるキャラっつったら個人的には国政、綾香、ウェンティ、ライリ、将軍、勝利とかイメージあんねんけど、すいません、原神の広告によく出るキャラ、まあ、国政はもうビジュアル完全に。いや、ライデンは、まあ、神だし、外国人向けがいいから、まあ、ライデンもよく出る。ヤエミコも出るよな。なんかワンランク下がってんねん。広告に、今まで出た回数的に、プータオとかヨイミヤとか。ちょ、そこのあたりを選んでくれたのが非常に嬉しくて。絶対なんか、ローソンの人、担当の人、絶対プータオ、ヨイミヤ好きでしょ。中でちょっと意志を感じる。安定なら主人公パイモン。まあ確かにね、主人公パイモン。イナスマだったら、アヤカ、ライデン、ヤエ様の三強ちゃう？リーウェだったら国政だよ。モンドだったら、広告よく出てんの誰だ？クレちゃん。なんかね、ちょっとヨイミヤ、フータオはあんまなんかそんな出るイメージなかったから、嬉しい。嬉しいです、正直。フータオのイメージが強い。フータオはどっちかっていうとオタクにぶっ刺さるイメージだな。いや、担当者の推しだと思う。カズハとショウ様が多い気がする。あ、まあ、カズハはなんか多いな。なんか出番が多いわ。優遇されてるもんな。しゃあないな。カズハだしな。